桃の木の周りに早めに仕掛けた赤花絹さや遠藤が開花してきていますね。まあこれからまだ巻いても来年の3月過ぎから収穫できるぐらいなんですが、とにかくここまで気温が高かったですから、もう咲いたりつぼんできたりですね、していますね。明日ぐらいから寒くなるみたいですがね、本来の12月の気温になってくるんじゃないかと思うんですがね。まあとにかくこのところそれまでとはだいぶ天候が変わってきていますね。今日は午後はまた雨が降るので、このところちょっと雨が多くなってきてくれましたから、畑の土もカラカラの状態からしっとり濡れてきた感じになっています。まあ、バナナ派は相対的にはまだ下の方の黄色い葉っぱを除けば上の方はまだ緑っぽいですね。